つくよです。葵だぜ。さてつくよよ、ちょっと前には放送禁止ドラマなんかも紹介したが、かつては歌謡曲が放送禁止になっちゃっていたこともあるんだぜ。え、そうなんだ。それは歌詞の内容とかに問題があったっていう話なのかしら。いろんな審査基準はあったが、基本的には歌詞の内容が暴力、差別、中傷など、反社会的な内容のものだと判断された楽曲が放送禁止になったんだ。そんな審査を一体誰がしていたの？日本民間放送連盟、通称民放連が1959年に、要注意歌謡曲指定制度というものを作り審査をしていたんだ。そして指定された楽曲は要注意歌謡曲とされ、テレビやラジオでの放送が自粛されるようになったんだぜ。自粛ってことは強制的なものではなかったのね。そうだ。ガイドラインのような形で要注意歌謡曲のリストが作成されていた、っていうイメージだな。今でもその制度は存在してるの？いや、1983年に制度は廃止されているぜ。だけど要注意歌謡曲に指定された楽曲は、その後も自主規制のような感じで放送されていないことが多いんだ。ってことで今回はそんな要注意歌謡曲に指定された楽曲を7つほど紹介しちゃうぜ。オーケー。どんな歌が禁止になったんだろ？まずは1976年にリリースされたピンクレディの2枚目のシングル、SOS だ。え、いきなりすごい有名な歌じゃん。SOS は作詞が阿久悠さん、そして作曲は徳良俊一さんで、レコードの売り上げ枚数は65万枚を記録し、ピンクレディが初めてオリコン1位を獲得した歌でもある。私は SOS ってデビュー曲だと思ってたよ。ピンクレディのデビュー曲は SOS の3ヶ月前にリリースされていたペッパーケイブだぜ。でもそのデビュー曲は発売後あまり売れ行きが良くなかった。だから次のシングルとなる SOS では話題作りのためにあることをしたんだ。あることですか？これは気になるわね。そのあることっていうのが、楽曲のイントロ部分に SOS のモールス信号を効果音として入れることだったんだな。曲のタイトルに合わせてってことね。そう、だけどそれが原因で要注意歌謡曲に指定されてしまった。なんでモールス信号だけでそんなことになっちゃったの？簡単に言うとラジオやテレビで放送された時に、遭難信号として、本物のモールス信号だと間違えられてしまう可能性があるから、っていう理由で要注意歌謡曲に指定されたんだ。あ、そっか。ラジオだと特にそうなっちゃうのかもね。そしてその後ラジオやテレビでは、そのモールス信号が入っているイントロ部分はカットされて放送がされるようになったんだ。楽曲すべてが放送禁止になったわけじゃなくて、一部分だけが放送禁止になったっていう話なんだね。そう、だからちょっと特殊な例ではあるな。でも話題作りとしてはきっと成功したんだろうね。だな。そのモールス信号が問題となったことが新聞などにも取り上げられたから。話題作りとしてはレコード会社側の思惑通りになったってわけだ。商売上手って感じね。それで今でもイントロ部分は放送されていないっていう感じなの。現在では SOS のモールス信号そのものが消滅しているが、今でもイントロ部分がカットされて放送されることがほとんどのようで、昔からの流れをそのまま引き継いでいる感じみたいだな。50年近くも前の話なのにまだ放送を自粛しているんだね。一度でも放送禁止になったものは念のため自主的に放送をしないようにしている、っていう感じなんじゃないかな。要注意歌謡曲の指定に強制力はなかったとはいえ、放送局への影響力はきっと大きかったんだろうね。お次は1969年にリリースされた高田渡さんの歌、自衛隊に入ろうだ。この曲はアメリカのピート・シーガーというフォークシンガーが、1962年に発表したアンドーラという曲が原曲となっていて、アルバムに収録されていた楽曲がその後にシングルとしてリリースされたものだった。ふむ、とりあえずタイトルのインパクトがすごいわね。高田渡さんがプロとしてデビューしたのもこの自衛隊に入ろうという歌がきっかけだった。デビューする前年の1968年8月に、第3回関西フォークキャンプで自衛隊に入ろうが歌われてその時とても話題になったんだ。その関西フォークキャンプっていうのはどういうものだったの？一言で言うとフォークシンガーたちによる野外音楽イベントだな。高田渡さんが参加した第3回関西フォークキャンプでは、およそ300人ものフォークシンガーが集まり3日間にわたってイベントが行われていたんだ。いやー300人ってすごいわね。その中で高田渡さんは注目されたってわけね。そう、しかもイベントに参加した高田渡さんはまだ20歳で、アルバイトをしながら定時制の高校に通う学生だったんだぜ。学生のフォークシンガーが一気に注目を浴びたってことか。まさにシンデレラストーリーっていう感じね。それでその自衛隊に入ろうっていう歌は一体どんな歌だったの？タイトルのまんまだぜ。自衛隊に入りましょうっていう内容の歌だ。
え、それだけなの？そうだ。だけどそれは皮肉がたっぷりと込められ歌われていたもので。その当時、自衛隊は人材を募集するためにそこら中で宣伝をしていた。そして自衛隊に入れば鉄砲の使い方を教えます。悪いソ連や中国をやっつけましょう。年齢や学歴は問いませんなど、自衛隊の宣伝文句のようなものをそのまま歌詞にして歌っていたんだ。ああ、なるほど。必死に人を集めようとしている自衛隊そのものを皮肉っていたわけね。ああ、冗談っぽくな。だけど面白いことに防衛庁はその冗談に気づかず、自衛隊の PR ソングにしたいと楽曲に対してオファーを出したんだ。その時高田渉さんは歌詞をそのまま受け止めちゃっているなぁと思ったという。そしてその後にようやく防衛庁は皮肉が込められた歌だということに気づき、すぐにオファーを撤回したらしい。それは恥ずかしいわね。ただ防衛庁だけでなく、一般人の中にも歌に込められた皮肉に気づかない人もいて、実際に歌の歌詞に影響を受けて自衛隊に入った人もいたらしい。そしてそれを知った高田渉さんは自主的に歌を封印したという。シャレで歌っていることが伝わらない可能性もあるって思ったのかな。みたいだな。そして自衛隊に入ろうは1970年に要注意歌謡曲の審査対象となったが、各局の判断に任せるとして要注意歌謡曲に指定はされなかったんだ。歌詞だけを見れば自衛隊に入ろうって歌ってるだけだから、楽曲に対して要注意だなんて言えないだろうしね。皮肉を抜きにして考えれば別に変なことを言っているわけでもないしな。だけど当時の日本は反戦運動などが盛んに行われていたこともあり、自衛隊に入ろうは各局で放送が自主的に禁止されることになったんだ。なるほど。シャレじゃ済まない社会背景もあったということか。お次は1965年にリリースされた高倉健さんの歌、網走番外地だ。この歌は同年に公開された大ヒット映画、網走番外地の主題歌でもあり、作詞は伊藤はじめさんで作曲は山田栄一さん。そしてレコードの売り上げ枚数はなんと200万枚だったという。どひゃー、200万枚ってすごすぎるわね。すごいよな。だけどこの歌も要注意歌謡曲に指定され、1972年からは放送だけじゃなくてレコードの発売も禁止となったんだ。発売まで禁止になっちゃうってよっぽどね。歌の内容にどんな問題があったの？歌の内容としては刑務所で囚人となる人間の心情を歌っているもので、特に問題となるようなものでもなかった。ただ歌詞で使われている言葉がよろしくないと民放連に判断されたんだ。言葉がよろしくないってどういうことなんだろ？それは酒のことをキスと言ったり、娘のことをスケと言ったりと、ヤクザが使う言葉を歌詞として使っていたんだな。なるほど。それはさすがにまずいだろうね。あとは歌詞の内容が全体的に犯罪者を美化しているようだと判断もされたようだ。それは犯罪者の心情が美化されちゃっているってこと？そんな感じだな。でも別に犯罪のことは何一つ具体的に語られていないし、犯罪者を美化するような言葉もない。だからあくまでも歌の全体的な雰囲気がアウトだと判断されたわけだ。イメージの問題っていう感じだったのかしら。そうそう、犯罪者やヤクザを肯定している感じで反社会的な雰囲気があるからアウト、ってなったみたいだな。そして要注意歌謡曲としての効力がなくなる1980年代後半まで、放送もレコードの発売も禁止となっていたんだ。雰囲気で放送禁止にしちゃうっていうのもどうなのよって思っちゃうけどな。そう思っちゃうよな。しかも当時は藤純子さんの非ボタンバクトや、北島三郎さんの仁義など、ヤクザの世界を歌ったような曲は他にもあったが、なぜかそれらの歌は放送禁止になっていなかったんだ。何よそれ、審査をしていた民放連の気分次第だったということなのかしら。審査基準は細かく設定されていたようだから、さすがに気分で決めていたわけじゃないだろうが、実際のところ当時の人たちも審査基準に対して疑問を持っていたという。ちなみに網走番外地は CD での発売をしてほしいという声がたくさんあり、2014年には復刻版として CD も発売されたようだ。これはちょっと気になっちゃうわね。Amazon で買っちゃいそうだわ。お次はさだまさしさんと吉田まさみさんのフォークデュオ、グレープが1975年に発表した曲、長官だ。さだまさしさんってフォークデュオなんてやってたんだ。全然知らなかったわ。この曲は作詞と作曲がさだまさしさんで、グレープ4枚目のシングルとして発売されたものだった。そしてその頃グレープは暗い歌しか書かないと言われるようにもなっていて、グレープが解散を考えていた頃に作られた楽曲だったという。ってことはその長官っていう歌も暗い感じだったのかしら。全然そんなことないぜ。この曲はさだまさしさんが演奏する優しいバイオリンのフレーズが印象的で、歌詞の方も日常をとてもユーモラスに表現したものとなっている。だから聴いているだけでほのぼのとしちゃうような感じの曲だぜ。
そんな歌が放送禁止になっちゃったの。放送禁止なんていうフレーズとは全くもって縁がなさそうな感じの曲だが、この曲も紹介済みのピンクレディの SOS と同じような理由で、楽曲のイントロ部分が放送禁止となってしまったんだ。また何か問題になっちゃうような効果音を入れてしまったのかしら。そう、ただその問題となったイントロ部分はアルバムに収録されていたバージョンの方で、シングルとして発売されたレコードにはその問題の部分が小鳥のさえずりなどに変更されていたんだ。ほほう、それでその問題となったイントロ部分っていうのは一体どういうものだったの？今回も本物と間違えられてしまうと面倒なもの、ということだな。わかった、玄関のインターホンの音でしょ。さすがつくよ、なかなか面白いことを言うな。だってテレビとかからインターホンの音がした時に、自分の家で鳴ったもんだと完全に思ったことが何回もあるし。それはあるあるだな。だけど正解はそれじゃないぜ。正解は道路の交通情報だ。つまり問題となったイントロではラジオで流れる交通情報のようなもの。というか本物のアナウンサーが話している道路の交通情報が収録されていたんだ。あ、そっちか。すごいなつくよ、二択だったのか。二分一外した、悔しいです。つまり教官のイントロ部分もピンクレディの SOS と同じように、その交通情報が本物だと勘違いする恐れがあるとされ、そのままの状態で放送をすることが禁止となったんだな。ただ曲を放送する前に一言断りを入れる、交通情報が流れている時に誰かが上から声をかぶせる、などをすれば放送しても OK ですよとなっていたそうだ。テレビドラマのインターホンの方が面倒な気もするけどな。お次はフォークの神様とも言われた岡林信康さんの手紙だ。この歌は作詞作曲ともに岡林信康さんで、1969年に発売されたファーストアルバム、私を断罪せよ岡林信康フォークアルバム第1週に収録されていたんだ。ふむ、今度は何が問題だったんだろ。問題とされたのは歌の歌詞でこんな内容だった。ある女性が交際をしている男性の家族から結婚を反対され、結婚するなら男性にお店を継がせないと言われる。そして女性は交際相手の男性の幸せを考え、自分から身を引くという内容の手紙を書いている、というなんとも切ないものだ。女性視点の歌だったわけね。でもどうしてその女性は交際相手の家族から結婚を反対されちゃっていたの？それは女性が部落の生まれだったからだ。そして歌の3番には部落に生まれた。そのことのどこが悪い？何が違う？という歌詞があり、それは女性が手紙に書いていた悲しすぎる言葉だった。これは辛い内容ね。差別がテーマになっているラブストーリーだったわけか。そう、つまり手紙という曲はいわゆる非差別部落問題を歌っているものだった。さすがにそれだと放送はできないのかもね。日本では昔から部落という言葉がタブーとなっているしな。だからこの歌は放送禁止となった歌の代表だとも言われていて、テレビやラジオでは決して放送されることがない歌としてとても有名だったりもするんだ。なるほど。でも歌の内容としては実際にありそうな切ないラブストーリーっていう感じもするけどな。そう、実際にあったんだ。え、まさか本当に実話なの？ああ、絶望した女性が自分の両親に向け、遺書として書いた手紙が歌詞の元になっているそうだ。手紙を歌っていた岡林信康さんは若い頃、非差別部落問題に関心を持っていて部落解放運動などにも参加をしていたという。そしてその時に生まれた歌の一つが手紙だったんだ。ってことは決して作り物ではないリアルな歌だった、ということね。だな。そしてリアルにそのまま歌ったことで、要注意歌謡曲の中でも一番厳しい A ランクに指定され、絶対に放送がされることのない名曲として伝説となっているんだ。これは今でもきっと放送禁止になっちゃっているんだろうね。要注意歌謡曲としての効力は1988年に消滅しているが、その後も公共の電波で放送がされたことはないという。だけど YouTube では聞くことができるから、興味のある人はぜひ聞いてみてほしいぜ。しんみりとした気持ちになっちゃうのは間違いないがいい曲だぜ。了解です。しんみりしたい時に今度聞いてみるわ。お次はフォークシンガーのなぎら健一さんの歌、悲惨な戦いだ。この歌は作詞作曲がなぎら健一さんで、1974年に発売されるとその歌詞の面白さであっという間に話題となったんだ。面白い歌なのに放送禁止になっちゃったんだ。歌詞の内容がぶっ飛んでいたからな。何それ気になるわね。どんな歌詞だったの？相撲が行われる国技館ってあるでしょ。そこから相撲をテレビ中継している時に、取り組み中だった力士の回しが落ちてさあ大変。っていうだけの歌だぜ。そんなの大変すぎるじゃん。もちろんフィクションの話なんだが、その様子を面白おかしく歌っているんだ。だから、悲惨な戦いはいわゆる笑いの歌であり、
コミックソングと言われるジャンルのものだったんだな。ていうか私はなぎら健一さんってただの面白いタレントさんだと思ってたよ。もともとはフォークシンガーだったんだね。そうだぜ。そして悲惨な戦いが発売されるとすぐに深夜のラジオから火がつき、なぎら健一さんの元にはテレビやラジオの出演依頼が一気に10本ぐらい来たそうだ。へえすごい。それだけ反響があったのに放送禁止になっちゃったって不思議な話ね。なんせ相手が日本相撲協会だからな。それは日本相撲協会からクレームを受けたってこと？いや、最初はそんな噂もあったらしいが、実際のところは相撲協会からのクレームを恐れた各放送局が自主的に放送を自粛したっていうのが真相のようだ。そしてもちろんそれと同時に要注意歌謡曲にも指定されたわけだ。ってことはテレビやラジオの出演依頼もキャンセルになったのかしら？みたいだな。なぎら健一さん本人も当時を振り返り、要注意歌謡曲に指定された途端仕事が一気になくなっちゃいましたと語っていたようだ。でもあのなぎらさんならその状況も美味しいって思ってそうだよね。つくよはなぎらさんのキャラをよく知っているようだな。実際その頃フォークシンガーたちの中では要注意歌謡曲に指定されることがある意味ステータスみたいにもなっていたらしい。ただなぎらさんは狙っていなかったと語ってはいたようだ。本当かな？ちなみになぎらさん曰く、泉谷しげるさんは要注意歌謡曲に指定されることを狙っていたらしい。ああの泉谷さんなら絶対狙ってただろうね。ただ悲惨な戦いは同様のミュージシャンたちからの評価も高く、相撲協会からのクレームなども実際はなかったようだ。というかむしろ相撲業界の中でも人気のある歌だったらしい。みんな笑いの歌だっていうことをちゃんと理解していたんだろうね。多分そういうことなんだろう。だから各放送局だけがクレームを恐れて過剰に反応していただけなのかもしれないな。ちなみに悲惨な戦いは発売後もいろんな歌詞のバージョンが生まれ、最も長いものだと1曲の長さが23分にもなったという。力士の回しが落ちちゃったっていう内容だけで23分も引っ張るってすごすぎるわね。どんな歌詞なのかめちゃくちゃ気になるよ。これは後で調べないとだわ。それじゃラストいくぜ。最後は再びフォークの神様、岡林信康さんの登場だ。まさかの再登場。紹介済みの手紙は切ないラブストーリーっていう感じだったが今度はそんな優しいものじゃないぜ。何それ聞くのが怖くなっちゃうわね。タイトルからしてもうやばいからな。そのタイトルというのがこれ。クソくらえ節。きたー、クソくらえってロックすぎるでしょ。ああ、ガンズやモトリークルーもびっくりだ。ボンジョビなんて可愛く見えちゃうレベルね。間違いないな。そしてつくよ、私たちのチョイスがおっさんすぎることにもびっくりだ。ほんとね。でもわかる人には私たちの言いたい感じがきっと伝わると思うわ。つまり岡林さんはめちゃくちゃロックでパンクな人だってことだ。なんせ1968年にこんなタイトルの曲でデビューする予定だったんだぜ。やばすぎる、っていうか予定だったってことはまさか。そう、タイトルも歌詞も過激すぎると判断されて発売が直前で中止となったんだ。そこまで行っちゃうともう一周回って逆にかっこいいわ。でしょ。その過激な歌詞っていうのもここでそのまま発表ができないぐらいだしな。そんなにヤバいの？ああ、サビで繰り返している言葉は英語で言うとゴープーヘルだからな。オーマイガー。他にも政治家や宗教に対し嘘こくなこの野郎とも言い放っている。どんだけロックなのよ。そして当然のように要注意歌謡曲に指定され、翌年の1969年に日本初のインディーズレーベルだったとも言われている。URC レコードからライブ音源がシングルとしてリリースされたんだ。ライブ音源をシングルで発売しちゃうっていうのもロックすぎるわ。やばいよな。その音源は YouTube で聞くこともできるから、岡林さんのロック魂を感じたい人はぜひ聞いてみてほしいぜ。これは絶対に聞かないとだわ。ってことで葵、早くまとめに行っちゃってください。OK。というわけで今回は、いろんな理由で放送が禁止になった歌をいくつか紹介してみたぜ。最後のクソくらえ節が強烈すぎて、それまでの歌がなんだか全部可愛く思えちゃったよ。でしょ。音源を聞いてみると、よくそんな歌でデビューさせようと思ったなって逆に感心しちゃうぐらいだぜ。葵、私はもう早く曲を聴いてロックを感じたいよ。ちゃっちゃと締めちゃってください。OK わかった。ってことでロックといえばちょっと前に、創価学会に関わる企業なんかも紹介しちゃってるから。ダークパンダのロック魂を感じたい人はよかったらそっちもチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。